おつつです。赤です。今回は白猫プロジェクトで、リネアを使って星13ピースフルに挑戦していきたいと思います。まあ、リネアのチャージスラッシュが強いということでね、ちょっと使ってみたいと思っていたんですが、なかなか使えなくて、今回やっと挑戦できるような感じにはなってるんですけれども、まあ、やってみた感想としては、若干慣れるまで難しかったなという印象が受けました。そんなことないという人も結構いると思うんですけれどもね、 PS 皆無の僕にとってはね、ちょっとねソロとかでも行ってみたんですけれどもね、なかなか慣れるまで難しい、いい感じでしたね。というのまあピースフルの脇がどういう感じかっていうのを分かってる人がリネを使って行ったのであれば、もう割とねサクサクいけるのかなとは思うんですけれども、あんまりね僕ピースフル行ったことなかったので、ね、どこに何が湧くかとか全然ね、全然というかあんまり理解していない状態だったのでね、脇とかを理解しているのであれば割とサクサクいけるのかなと。このカメレオンにねいかに掴まれないかという部分で、カメレオンの脇を把握しているとやりやすいかもしれないですね。テラノウスはねもう本当に、このチャージスラッシュでサクサク削れるようにはなっているので、はい。でこのねマリオネットの出すこのね SP が削れるこのオブジェみたいなのがね非常に厄介ですよね。でも本当にリネアは使ってて非常に使いやすいキャラではありますよね。本当チャージスラッシュでかなり大きなダメージを与えていけるので、今現状はねピースフル非常に使いやすいというような形にはなってるんですけれども、今後もしかしてね新しい協力とか出た際に使いやすいかな感じになってくる可能性は大いにあるのかなと使ってて思いました。術式言えないですね。はい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 。まあボス面ということで、本当に S2 を打ってチャージスラッシュの強化をつけてチャージスラッシュを打っていくというような簡単な作業で、まあ、今回リネア3で、行っているんですけれども、もっとね全然早く回れるのかなという印象は受けました。まあ慣れてない立ち回りなんでね、こここうしたらいいとかいう意見等々いっぱい出てくると思うんですけれども、ぜひぜひ教えていただければなと思います。あれ今回ね周りのケナノウスたちが静かですね。どうしたのかな、いつもねわちゃわちゃ近寄ってくるあの子たち、まあ一人タゲ取ってくれてるのかな、おそらくタゲ取りが下の方で、タゲ取ってくれてたっぽいですね。これは非常にありがたい。はい、こんな感じで、クリアしていきました。どうもご視聴ありがとうございました。赤でした。